沼津港に入港するホワイトマリン、戸田運送船株式会社は静岡県沼津市戸田に本社を置き旅客運送を行う海運会社。戸田港にあるコンビニエンスストアと船舶給油施設を兼ねたガソリンスタンドを運営する山崎商事株式会社とタクシー業の戸田交通株式会社との同族企業。西伊豆沿岸の沼津港から戸田港、都井交換で 定期航路を運行していた。元は、大正時代より、沼津と田間を都線で運行していたのが原型であり、戦後は10ノットの在来線のトロ第1富士、第2富士、第8富士で運行していた。伊豆箱根鉄道も1954年から西伊豆航路を運行し、1988年7月28日に、京護近世の大型高速旅客船。 ホワイトマリンを就航させたことで、伊豆箱根鉄道とは競合関係にあったが、1998年に両社は沼津戸田間を共同運行化した。伊豆箱根鉄道と競合する戸田運送船は事業撤退を検討していたが、2003年に伊豆箱根鉄道が先に撤退したため事業継続となり、戸田村から都市1500万円の補助金を受けて運行を継続していた。 また、伊豆箱根鉄道撤退間際に、都井町などの要請から戸田都井間を延伸していた。海水浴などの夏季観光シーズン以外は、地元住民の沼津市街地への所要の足として使われていた。2004年にホワイトマリンの利用者低下、燃料飛行等により、山崎商事のスーパーマーケット事業の不採算、悪化により、実質的な債務超過状態が明るみとなり、 ホワイトマリンの運行継続が懸念される事態となった。これは道路の整備によって沼津市や伊豆の国市方面の自動車での往来が容易になったこと、戸田の観光資源が下記の海水浴やダイビング釣りなどに偏りがちであり、失われた10年により企業の保養所が閉鎖されたことで観光客が減少したことが響いた格好となっている。 そこで、静岡銀行のベンチャーキャピタル会社制銀キャピタルが、中小企業基盤整備機構と静岡県内の金融機関出資により蘇生された中、小企業再生ファンド、パートナーの支援で、静岡銀行の貸付債権の買い取り、取引金融機関の金利や、債務の減免要請や不採算事業の撤退と、資産売却、 国民生活金融公庫による新規融資実行といった再生計画を行い、一度は経営危機を脱することに成功した。また、2005年頃より乗客の金張が見込まれる場合には休行させ、系列会社である戸田交通のタクシーで、問い、戸田市街地から沼津港と沼津駅まで代行運送を行うようになった。 船舶検査による急行時も大航運送の扱いをしていた。2011年11月16日に東日本大震災により利用客の大半を占めていた観光客の激減から2012年3月31日付で航路を廃止することを発表。この時は廃止が撤回され、換算期は1日に往復に減便し、補助金を含めても賄えない赤字は、 自治努力で補填する状態で継続された。その後、2014年6月3日に補助金増額がなければ8月末日に路線廃止とする旨を沼津市へ通告。沼津市側は乗客の減少が続いていることを理由に増額を却下し、8月11日に沼津市議会総務経済委員会で公にされた。定期航路廃止後は、 団体客のチャーターによる運行や戸田港でのクルージングのみ継続される予定である。定期航路配信に先駆けて2013年4月から沼津市が戸田交通に委託する形でデマンド型タクシー富士見号の運行を開始した。これは沼津駅との路線バスの終点であるエリバス停から静岡県道17号沼津都い線を海岸沿いに走行し、 富士見台と当時公共交通機関が通っていなかった沼津市井田を経由して戸田市街地を結んでいる。襟発着の路線バスと接続したダイヤが設定され、始発の2時間前までに戸田交通に連絡することで、ホワイトマリンの代行と同じくジャンボタクシーもしくは中型タクシーによって運行される。ホワイトマリンの後継として導入した新造船、燃費工場と 船舶検査コスト低減のため FRP 製の小型船舶へと大幅にダウンサイジングしているが、高校性能は同等である。農業船のような宴会に対応した座席配置への対応や、車椅子でも入れるトイレや設置スペースを設け、バリアフリーに配慮している。2015年頃に売船された。現在、長崎県軍艦始末アーセン。 サルク2号として就航中2008年頃に、焙煎された。現在、タイサムシートランディスカバリー4として就航中、ハット AB 石川博西伊豆航路、廃止へ、トダウン総船、今月末に、沼津発着定期便、姿消す。毎日新聞、ありがとうございます。